航空自衛隊は次世代戦闘機開発を進めています。その実証実験機が行われたことはご存知でしょうか？タイトルになっている X2 シンシンが、その先進テクノロジーの実証機なのです。今回は、この X2 がもたらした新しいテクノロジーについて見ていきたいと思います。新型戦闘機をさらに性能アップさせ、日本製エンジン XF9 や高性能レーダーなどとの適合性試験を行っていくべきではないかと考えるのは筆者だけでしょうか。ところで、この新進という名前ですが、一見中国風ですよね。もしくは、医学関係にもありそうな名前だと思いませんか。ところが、富士山から、日本の魂から、新進という連想だったそうです。富士山でよかったのにと思いませんか。現在、航空自衛隊が運用している戦闘機は F2 戦闘機です。この代替機である次期戦闘機開発計画は、2020年末、三菱重工業社を主幹企業として契約が結ばれました。三菱の下に各分野の国内企業が紐づいて進めていくという形式を前提条件として締結されたのです。それと同時に、日本にとって悔しい経験のリベンジという意味合いもあったと見られました。というのは、F2 戦闘機の開発時、最も重要部分であるエンジンを国産化する目途が立っていなかったのです。しかも、日本とアメリカの政治状況判断によって、アメリカの戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをベースに、F2 を開発しなければならなかったという技術者にとっては、非常に屈辱的な体験があったのです。だからこそ、今回は日本国内で開発したいという強い思いがあったのでしょう。2018年6月、プロトタイプの XF9 エンジン1機が防衛装備庁に納入されたそうです。このエンジンの推力や燃焼器付近の温度は世界でもトップクラスの数値を出していたので、今後の活躍に期待する声も大きかったようです。ところが、エンジンに関する技術には問題ないと思われましたが、日本は第5世代戦闘機を日本単独で開発した経験はありませんでした。そこが不安材料だったのでしょうか。次世代戦闘機開発への技術支援先に海外の企業を検討しているのです。具体的には、アメリカのロッキード・マーチン社とイギリスのロールス・ロイス社に協力要請を行うことを検討していると聞こえてきました。次期戦闘機開発に関するこれまでの日本の動きを紹介しますね。2006年、平成18年から次期戦闘機開発用に先進技術を駆使した実証実験機 X2 プロジェクトを開始しています。ということは、15年も前から始まっていたというわけです。ここでも、三菱重工業や IHI 社が中心になって、X2 の飛行テストなどで技術研究を担ってきたそうです。とはいえ、実証実験機 X2 シンシンは、あくまでもテスト機なのです。機体サイズなどが、実際の戦闘機と比べると、はるかにミニサイズです。しかし、第5世代戦闘機以降は、絶対条件となった機体のステルス化、搭載するエンジンの国産化の可能性を示した機体と考えられます。2016年、平成28年4月、X2 の初飛行が行われました。約1年半後の2017年10月、予定された32回の全テスト日程を終了しましたが、アメリカや他の国の戦闘機開発のケースに比較すると少なかったのではないかという感じを受けました。
そのためなのか、テスト飛行終了直後から、X2 は、F2 戦闘機の代替機を目指すには不十分ではないかという指摘の声が上がったことも事実だったそうです。この当時、有名なアメリカの軍事専門誌に、航空自衛隊が取るべき道は、F-15J イーグルの近代化改修と、F-35 ライトニング2の積極的な導入という記事がありました。実証実験機 X-2 新進の持つ意義に批判的だったのです。この記事から、アメリカの見方が伺えますね。日本には、第5世代戦闘機の開発経験がないので、実効的な新型戦闘機を製造するのは無謀だということ。従来のように、アメリカ製戦闘機を購入した方が費用対効果を考えると、理にかなっていると言いたかったのでしょう。というより、本音ではアメリカ製品を買え。ということではないかと思いますけどね。日本国内でも、X2 は、空自の岐阜基地の航空祭で一般公開されていましたが、その時点では、この機体を、叩き台として、次世代戦闘機の国産化を行うのか、否かという判断は、防衛省内でも、保留になっていたそうです。それから4年経過した、2021年11月現在でも、次世代戦闘機開発に関する、新しい情報はほとんど聞こえてきません。ロッキード・マーチン社やロールス・ロイス社から技術支援を受けるという情報の続報も入ってないようです。膠着状態ということでしょう。そういった中で、2021年11月15日、財務省は財政制度分科会で次世代戦闘機の検討にあたって、という資料を公表しました。その中では、従来と異なるアプローチと、視点から、航空自衛隊の次世代戦闘機について語っています。この資料では、主として、西側各国の、ここ数年来の戦闘機の流行について取り上げています。機関部が、総発から単発に移行し、それに伴って、機体そのものも小型化する傾向にあると指摘しているのですが、これが議論を呼ぶ元になりました。財務省の指摘は、アメリカ空軍の F-22 ラプター、総発機が F-35 ライトニングに単発機に置き換えられつつあるということを根拠にしているのですが、この前提自体が事実と大きく隔たっていると言われているのです。というのは、F-35 ライトニングには F-22 ラプターの代替機ではなく F-16 ファイティングファルコンの代替機ですし、この両機は単発機です。そして F-22 ラプターの代替機は現在開発中の NGAD、NEXT、ジェネレーション、AIR、ドミナンス、次世代戦闘機ではないかと推測されていますから、財務省の資料には疑問符がつきますね。F-22 ラプター戦闘機は、高性能すぎて、旧ソ連崩壊では、オーバースペックと見さされ、生産数がわずか200機ほどという、不運な機体とされています。これを補完するための戦力として、F-35 ライトニング2が導入されたことは、よく知られている事実です。したがって、アメリカ空軍の場合、主力戦闘機は、F-15 イーグルから F-22 ラプターへ、そして次の NGAD 戦闘機になることは規定路線とみられます。F-35 ライトニングには F-16 ファイティングファルコンの代替機と考えるのが適切ではないでしょうか。もう一つの要素もあります。戦闘機そのものの重量を比べると、第5世代の F-22 ラプターや F-35 ライトニングには、その最重要ポイントである、高度なステルス性を保持するため、基本的に、兵装を、すべて、胴体内のウェポンウェイに収容する設計になっています。
このため、F2 にラプターや F3 ゴライトニングには、胴体部分が太くなりますから、今までの機体より重くなっているのです。財務省は、小型化が世界の主流になっていると主張していますが、かなり事実に反していると思わざるを得ません。財務省の縮小は言うまでもなく、国民の血税国家予算の配分や確保と思われます。新しい戦闘機製造に口を挟むのなら、経費関係のはずですが、今回は様子が違うようです。戦闘機開発という軍事分野については、全くの門外漢であるはずの財務省が、前述の資料を提示したのです。事情通りの人にとっても意外で、驚くことだったのではないでしょうか。財務省のこの行動の裏には、政治的な意図があるようにも見受けられます。だとすれば、その狙いは、一体何でしょうか。現在の次期戦闘機開発計画では、大型の機体を目指しているようですが、現在の世界の戦闘機開発トレンドからは、明らかに外れています。ですから、こういった大型戦闘機を作っても、貴重な国家予算を無駄にする可能性が大きい。だから、コストを節減できる小型戦闘機の開発にしなさいということなのかと考えてしまいます。試験ですが、財務省のこういった行動の陰には、コスト削減のため小型戦闘機を作るのは、日本主導では難しいかもしれませんが、コスト削減という国民に対しても通用する名目の前には、文句は言えないだろうという意図を強く感じてしまいます。やはり、財務省の最優先事項は、予算の節減なのでしょう。納税者としては当然ですが、今後はどうなるのか、目を離せませんね。